はい、こんにちは、クラウノです。はい、ところです。じゃあ今回もよろしくお願いします。格雑談、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあお題、これからどんな家具を作っていきたいですか？どんな家具を作っていきたいかか。まあ、なるほど、わかりました。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。はい、じゃあそれではやっていきたいと思います。どんな家具を作りたいかでしょう、知りたい。結局その世界と、はい、世界に今拠点を作ってるじゃないですか、でそこでやっぱりどういうものをアピールしていきたいかって、やっぱそういうのは短期間的なその話になると、はい、やっぱその日本のその文化っていうものを、当たり前の話になっちゃうんだけど、やっぱり連れてきたいかな。そうですね、それはすごくあるかな、っていうのはやっぱりちょっと我々が思ったよりも、日本の文化を携えた家具、いや思ってるよりもとか誰も知らないのよ、外国の人たちって。そうかもしれないですね。まあフランスにも結局パリにもなかったですしね、日本の家具屋さんはね、そうだから世界はね、日本の家具を知らないんです、で日本の家具ってじゃあ何なのって言った時に、その明治以降のその家具っていうのは、結局その西洋のいわゆるそのサルマネ家具なん で、ね、入ってきちゃってるやつだからね、まあ、それは悪いわけではないですけど、その西洋家具っていうのをどういうふうに、とりあえず見よう見まねで作りましたみたいな、そういったまあ歴史で今なおそうなんで、からまあ、というよりそれ以前の、江戸時代以前の、西洋文化が、いわゆる洋家具が入ってくる以前 その日本の和家具っていうものの神髄みたいなもの、それは建築にも結構もう似通ってくる話になってくる、それは例えばその木組みの技巧であるとか、いろんなところに随所にあるんだけど、そういったものをやっぱりアピールしていくような製品を作っていかなければいけないなと、ですよね。でやっぱり日本の文化ですよね。文化が踏襲された家具ってことですかね。そうだね。だからその文化文明だから文明でにしたいかって言ったら、でもやっぱり目標は文明にしていきたいかな。文化を文明にっていう。はい。文化と文明の話は他のチャンネルじゃない他の動画でも話してるので、ちょっと参照してもらいたいなと思うんですけど、でも文化の文明化、それはやっぱり大きく目指したいなと思うから、そうですね。それとやっぱりそれは割と近視眼的なその話なんだけど、でもやっぱりまたそれと同時にもう少し先を見据えた話の中で、やっぱりその機能ね、ファンクション、ね、はい、ファンクションマンブリにしたステータスを家具ってどんなんかなっていうのはやっぱり考えるかな、それは昔からよく言ってる話なんですけど、そうですね、テーブルのこういうのとかね、ファンクションだね、はい、あれは違うか、でもそうだよ、例えばなんだっけ2040年 の、 未来予測 の、 話をした時に話してたいわゆる IoT でしょ、インターネットオブシングス、全てが俺らの周りの全てが端末化になった時の話、こういうテーブルが今木の1枚板、1枚板2枚板、この無垢のテーブルが、いわゆるスマホの大きな画面みたいになってて、朝起きてニュースこうやってザッピングしてみて、でなんかいろいろ予約してっていうね、これが端末になってる、テーブルが端末になってる未来、これはそうだね、そのファンクションに、全てのステータスを全部振った感じ、今はそれ結構イメージしやすいですけど、すごい前から言ってましたよね、それね、その話ね、前から言ってたね、何言ってんのかなって思ったけど、その時それはあれなんだけど、それは一つあると思う、で、あの時 の、 その動画の結論っていうのが、こういうのがさ、機能 100% の家具が身の回りに全部あった時に、人間はやっぱり生きていけるのかな、辛くならないのかなみたいなところ、やっぱり木の一枚板があって、
あ、落ち着ける、こうやって触って落ち着けるみたいなのがなくなって生きていけるのかなみたいなのってやっぱあるじゃん。うん、私はこっちです ね。だからあの時 の、 その動画の結論が結局はそのもっと木で掘ったりなんか組んだりしてる、はい、本当は木の家具がやっぱりそれでもその未来の未来家具に関しては残っていくんじゃないかなっていう、そうしたいみたいな話をしてたんですけど、まあ木のまんぶりか、あとは機能で言えば、うん、あれだね、そのそれも前から言ってたんだけど、その建築と一体になる家具、はい、うん、それはなんか昔そのちっちゃい時その手塚治虫の火の鳥を見ていて、うん、あ、読んでて、であの未来編かな、あのボタンを押したら下から椅子がね、うん、シュッ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 と生えてくるっていう、はい、でテーブルも下からビュッて上がってっていう、はい、まあ要は椅子とかテーブルとかソファーっていうのが、まあ、今でもねなんかあるじゃんね、うん、あのうちも時々作るよね、壁面がキュイーンと降りてきてあのベッドになりますみたいな、あ、まあそうですね、でベッドをこのぐらいそのふかして、はい、中にそれはまあまあ前からね、でボタン一つでビューンって、うん、でそれってさベッドの上げ下げができてるから、はい、むちゃくちゃあの部屋にとっては、うん、狭い部屋にとってはすごく有効で、はい、まあ、そんな壁面収納というより壁面ベッドをうちなんかも作りますけど、はい、やっぱりその家の中に、あの巻き込まれていくというか、まあ、そういったその機能、家具としての機能というのは一つあるかなと思いますが、まあ、どっちもその機能によっていく、あとはね、あの、あれはあるかな、うん、と資産としての家具、お、資産、ね、そうだからそれも一回どっかでやってみたいなと思ってるんですけど、はい、あのつまりロレックスって、うんうん、まあ、資産としてあ、まあまあ、あるか、ありますね、そう、あの、成り立つんですよ、はい、一応ロレックスがちゃんと買い取ってくれるんで高額で、まあ人気モデル種でその状況にもよるけど、あのいわゆる質屋さん、うん、現代版質屋さんみたいなみんな買い取ってくれる、中古種はちゃんとある、はい、まあ、そういった話なんだけど、あの、ね、つまりね、あの宝石はありかなと思って昔から思ってる、それ、どういう意味、家具に宝石、家具に宝石がついてる、あ、言ってますね、それも昔から言ってた、言ってた、でもなんかそういうことかなそういうこと、そう、まあ、資産としての家具でしょ、うん、まあ、でもなんかヴィンテージの家具とか、まあ、今でもあるじゃないですか、それはもちろん素材がさ、ヒマラヤでこれしか、うん、ヒマラヤ杉で1本しか取れませんみたいなさ、あの一枚板が資産としてどんどん値が後世に連れて上がっていくみたいな、うん、うん、そういうのはあるし、いろいろあるけど、宝石なんかこう扉のプッシュラッチのところにダイヤがビキンビキンって、ね、はい、でもなんか分かんないよ、その六本木あたりのおばさまたちは多分欲しがると思う、そうかな、なんかさなんかさ、なんとか、うんと、なんとかってさ、何それ、なんとか、あのテレビ番組でさ、アメリカのさ、はい、あのそれのプロモーションでさ、日本でやった時さ、ベンツがさ全部あのバーってガラス玉で、ガラス玉、ガラス玉って何ていうの、なんかあのキラキラしたね、はい、あったじゃん、え、そういうやつ、そう、まあ、例えばああいう方向性っていうのはまああるのかな、まあ、もちろんあのシックにあのかっこよく入れますよ、うん、それはもちろん、例えば翡翠の青翡翠が、ね、こういうふうに、まあ、素敵にできたらいいかもしれないですね、まあ、素敵に、もちろんガーみたいな感じでは、うん、ないけどね、みたいな、はい、そっちだ、いや、感じはやらないけど、あ、一回やってみたいかもしれない、一回ね、うん、うん、それは俺はそのゆえんがストーリーがちゃんと裏にある、そうですね、それが大事だ、このボードのそのデザインというのはそもそもギリシャのこういうその、はいはい、方向性で、でもどうしたってそこで取れるその石っていうのがこういうのがあって、でそれをちょっとここに埋め込んでありますみたいな感じの、はい、そうですね、そういったあのいいストーリーがあれば素敵だなと、うん、まあそれがごめん、あのギリシャである必要はなくて、うん、それが例えば日本のね、うん、どこそことか、そうですね、うん、あ、それはいいかもしれない、宝石っていうとどこなの、日本、甲府とかでしょ、わかんない、全然わかんないです、よくわかんない、うん、まあ、まあ、そういうのとか、はい、ハーグも作りたいかな、まあ、あとは機能でしょ、あと資産でしょ、うん、でもやっぱ心の機能、心への機能かな、やっぱりエリアでやっぱ追い求めて作りたいのっていうのは、うん、まあ、そうですよね、それ多分絶対、だから今そのボードに日本画風神雷神とか、うん、まあ、書いてさ、パリとかであのすごく評価されますけど、
どっちかって言ったらそれは日本の文化を伝えたいっていうのがあるんで、うん、そういうふうなモチーフを選んでますけど、はい、でもやっぱその個人個人の人たちがその家具を使う中で、まあ、それは絵なのか、まあ、それこそ石なのか、それともその作り方なのか、素材自体なのかっていうのは分からないけど、うん、それを使うたびにその人個人のその過去の思いとか、もしくは未来に対する熱量みたいなものがこうかき回されて、はい、良い方向にかき回されるような特注の家具を作り続けたいかな、うん、いいですね、はい、そうしたいです、うん、だからそうなってくるとやっぱ人一人によってやっぱデザインは違ってくるべきだし、うん、まあ、それがエリアの基本概念なんですけど、ね、要はエリアっていうのはまあ、あの見本品っていうのはあるけど、まあ、これを前提に、特注を基本的に取っていくのがエリアの、はい、型に合わせてね、うん、はい、まあ、考え方なので、だからこそのエリアっていう単語だったりしますんで、領域、領域、自分だけの領域、縄張りです、縄張りだからまあ一人一人のため の, そのオートクチュールっていうものを突き詰めていきたいなっていうのがあるの、はい、でそのオートクチュールっていうのはそこの、僕このマンション買ってこういう間取りなんでこのぴったりのソファーっていうのももちろんやるんですけど、駅名収納とかやるんですけど、うん、それよりあの僕が過去にこういうのを体験してて、うん、でそれを追体験したくて未来に対してこういう約束事を誓ったので、それをちょっと毎日思い出せるようなソファー作ってくださいとかね、うん、そうですね、そういうのをちょっとグッとくるね、グッとくるし、うん、デザインしたいなと、はい、で それがそうなってくると僕がデザインするっていうより、まあ、一人一人のうちの人間たちがデザイン、はい、になって、うん、まあ、ある種カウンセラーになってやっていくみたいな、はい、なのかな、まあ、ね、作りたい家具っていうと、うん、やっぱ最後の最後はそこかな、ね、インディビジュアルでオートクチュール、はい、ちょっと横文字だらけだけどあのそれぞれの人に特注の家具をやっぱり作っていく伝統っていうのをやっぱりしっかりこのブランドを通して残したいかなと、うん、いろんな形でね、それを実現させたいですね。やりたいよね。はい、と思います。はい、そんなことで、また雑談、本当の雑談だったらいいのかなっていう。まあ、次回の動画でまたお会いしましょう。はい、さよなら。